皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学2年生の理科、今回は酸化銅の還元の化学反応式、これについてお話しします。まず最初に還元、これを復習しておきましょう。還元というのは酸化物から酸素を取り除く化学変化、これを還元と言いましたね。ですから酸化銅を水素で還元するということは、酸化銅から、ね、水素が酸素を取っちゃう、こういう化学変化ということですね。ではどんな風になっているか、やっていきます。酸化銅プラス水素、ここの問いには物質名を書いていきます。で、酸化銅から酸素が取れて、まず銅ができますね。銅です。そして取れた酸素は水素とくっついて水になります。ではこの物質名の下に化学式を書いていきます。酸化銅は CuO です。水素は H2 ですね。銅は Cu、 そして水はH2O、 こうなります。ではこの式が正しいかどうかを、モデルをこの下に書いて確かめましょう。この矢印の左側と右側で原子の種類と数が一致していれば正しい化学反応式ということがわかります。酸化銅 CuO、銅 Cu と酸素の O の原子、これは1対1でくっついています。そして水素は原子が2つくっついて分子を作っています。で、銅は Cu ですね。 Cu の原子がここに1つあって、水 H2O、O が一つあって、その両側に H がこのようにくっついたモデルになります。さあここで矢印の左側と右側、原子の種類と数が合っているかどうかね、確かめましょう。銅 Cu、 左側には一つですね。矢印の右側には Cu が一つですね。 O、 ここに原子が一つあります。右側には原子ね、水素とくっついて水を作っている酸素原子がここに一つあります。合っていますよね。そして水素の原子が1、2と1つ2つあります。こちら側にも1つ2つですね。これ矢印の左辺と右辺で原子の種類と数、これがぴったり一致しているので、この CuO プラス H2、 矢印 Cu プラス H2O、 この式は正しい化学反応式だということになります。では、炭素の場合、ね、酸化銅を炭素で還元する場合、これについて、やってみましょう。酸化銅プラス炭素、何ができるかというと、まず銅ですよね。これ銅ができます。そしてこの離れた酸素は炭素とくっついて、これ二酸化炭素になるんですね。二酸化炭素と。こうなります。ではこの下に、化学式を書きます。酸化銅は CuO です。炭素は C ですね。銅は Cu と。そして二酸化炭素は CO2 でしたね。 CO2 と。じゃあこの化学式の下にモデルを書いていきます。 Cu と O が一つずつくっついたこんな形、これが酸化銅のモデルですね。炭素は一つですね。そして銅、ここでは Cu が一つですから、 Cu が一つと。で、二酸化炭素、C、炭素に酸素が2つこんなふうにくっついた形になりますね。 CO2 です。
では左辺と右辺で原子の数と種類がぴったり一致しているかどうかを確かめましょう。酸化銅、銅は左側に1つ、右側にも1つ合ってるみたいですよね。次、酸素はここに1つ、じゃあ右側はどうでしょう。酸素ここにあるんですけれど、二酸化炭素になっていて、炭素とくっついている酸素の数1、2、2つありますから、これ数が合っていません。数が合っていないところ、こういう場合は足りない部分を増やします、ね、これ大切です。足りない部分を増やす。酸素が入っているものは酸化銅ですからね、この酸化銅、これを増やしますと CU そして O と、こんな感じで酸化銅が2つになりましたね。そうすると酸素が1、2、こちらでも1、2となったんですけれど、銅が1つ増えたんですね。でこちらと左辺と右辺比べると、これ右辺が足りないんで右辺を増やします。で銅も1、2と、ね、右と左で合ってますよね。で炭素は1つ、こちらも1つと、左が1つ、右が1つで数合っています。もう一度確認しましょう。銅 CU が1、2と、右側も1、2と合っています。酸素が1、2と、右側も1、2と合っています。炭素が1つ、1と、右側も1つ合っています。これで数、右と左ね、左辺と右辺の原子の種類と数があった図が書けました。つまりこのように変化するってことが分かったわけです。でこれを見て、じゃあここに書いた化学反応式を正しいのに直すと、これ CuO のモデルが2つあるので CuO の前に2をつけます。 2CuO、 C はそのままですよね。で銅が原子2つあるので Cu の前に2をつけて 2Cu と、こうなります。で CO2 が1つでプラス CO2 であっていると。ですから正しい化学反応式は 2CuO プラス C 矢印 2Cu プラス CO2 と、こういうことになるわけですね。覚えておくことは、比べて足りない部分を増やす、足りない部分を増やす、そして数を合わせていくと、そして化学反応式を作ると、今日はこのことを覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。